ショータイムゴルフスタート。タイガー・ウッズがマスターズ優勝したので ね、おめでとう、タイガー、復活優勝という、しっかり今日はね、彼をリスペクトして、赤いズボンと、赤いズボンじゃねえ、赤いウェアと黒いパンツね、いいね、っていう感じで、今日はマッチプレーやっていきたいと思います、イエイ。これ大丈夫？この右方向。さあ今日はどっちが本物のタイガーかを決める日がやってきました。俺でしょって言われても本来どっちも偽物だけどね。おお、いいね。やっぱ両手復活したら気分がいいね。まあ若干左だけど細かいことは気にせず、缶は隣のホールのラフですね。左に持ち替えた。さあどうするのか。左で打つぞ。これは木が邪魔で打てない。ここに来た、ここに来た。これですね。シャンクですね、シャンク。最初のホールから見せてくれますね。そう、第2打目130ぐらいですよね。うまい。50度。おお、いいターフ取れたね。まあ、正直言って眩しくて見えねえわ。俺の未来みたい。未来眩しいもん。バーディートライ。どうだ？ああ。やっぱマスターズ帰りはね、普通のグリーン重く感じるよね。うん、しょうがない。ナイスパー。ワンナップですね、俺の。まあ、多分10ホールで終わると思うんで。10ホールで終わると思うんで。ああ、俺が勝つんだもん。俺が勝つんだよ。140ヤード、パー3。 P、 ピッチング。おお、いい音だね。音は良かったんだけど、球どこ行った？カート道路。カート道路。ノーペナ、ノーペナ。前回ね。ノーペナだから。前回とんでもないゲーム。52度。はい、52度で。風があると厳しいんじゃないかみたいな意見あるけど、うん、俺が立てばそこにフォローが。いい感じですよ。でけえ。マジ？普通にでけえ。2打目アプローチ。
した。押したよ。彼はこういうのがうまいんですよ。超うめえ。エクスプロージョン。なんか右で一本の頃の方がさ、うまかったんじゃないの。いや超うめえわ。もうなんかパターに行ったし。うめえな、エクスプロージョン。今オーガスタだったら完璧だよ今の。見た見た。早いな。早こういうところだけオーガスタらしさ出してくんだよな。最低最低だ。先行く？ああ先行っちゃうわ。あっしゃ、俺入れればいい。そうだ、オッケーオッケー。うそだろ、入れればいいんだよ。外すわけないもんだから。安易に行き過ぎた。マジで尾崎翔太、あの繊細なアプローチからのパッティング、ここでも繊細さを出してくるか。なんかさ変に切れんだよね。カップ動きやね。そうなんだよ。ここ結構さカップがさ独立して動くからさ、くそ、天気だけはいいな。オールスクエア、オールスクエア。今日ブラザー調子いいね。ブラザー調子いいよ。うん。342ヤード、ピンまで326、打ち下ろし、まあ余裕ですね。届くよね。届くね。あ、擦ってしまった。こっち方面です。なんかあんの右。ない。トリッパー。タイガーが DJ になったみたいな顔してる。わー、力んだね。大丈夫だよ。タイガー大捜索中。音は聞こえたんだけどさ、音は聞こえたんだけど分かんないね。おお、いいとこ行った。ナイス、ナイス、バーディーチャンス。マジ？うん。って言っても乗ってねえけど。カン君はですね、谷底に可愛らしいスキップをして降りていきました。グリーンはこっち。ナイスオン。うまっ。グリーン見えないとこからうまっ。はあ、谷から上がってくるので一苦労だったよ。何ヤードだこれ。20ヤード、15ヤード。なんか左手が悪さしてるんじゃない。さっきもなんかチーピンしてるでしょ。ファンバーディーパット、ファンのバーディーパット。
OK。 パーパット。タイガーこういうの入れてくんだよ。ティーショット曲げてもしっかりパーもしくはバーディーで抑える。やっぱそういったね、グリーンに近づけば近づくほど上手くなるっていうのがね、オーガスタを制するんですよ。惜しい。いやー、ワンダウンだわ。なんか妙に流れがおかしくなってきたね。うん、アプローチやってないからな。あれだけ曲がってもアップ取れるってことだ。くそ。おお、いいね。